回です。今回はですね、私のペン入れ方法についても徹底的に解説していこうと思います。使ってるペンはこの3種類が一番多いです。どれが多いかっていうと、まあピグマ、圧倒的ピグマ。こっちがコピックっていうやつが、ちょっと茶色系の色をしていて、ビッグ 0.05。 この茶色はちょっとね、ファンシー系っていうか可愛らしいね、色使いの時に描きます。で、黒ペンで太いのがこのマッキー。まあこれはね、持ってる人多いと思います。ただこのマッキーの場合だと、水彩とか水をねたっぷり使う画材だと結構滲んじゃったりするので、マッキーでペン入れするときはかなり水を弾く系だから、あのクレヨンとかアクリルとか描くときはマッキーのときがたまにあります。あとはピグマシリーズがこの 1,2,3,4,5,6 本ですね。6種類を使います。でもこの中で一番多いのが 0.05 が一番多いですね。なのでね、今回のペン入れは 0.1 と 0.05 だけを使って書いていきます。で、使っている紙はこれです。ビフアール、ビフアートっていうこの青い表紙のやつですね、のこのサイメっていう一番キメが細かいやつを使ってます。キメが細かい方が色の染み込みっていうのが結構少ない感じで、なのでね、こう水彩のぼやかしたりとか、紙にたっぷり水を染み込ませたい場合っていうのは、この粗めっていうのかな、とかこの真ん中あたりのが一番いいかなっていうふうに思います。はい。で、絵描くときなんですけど、下書きは基本デジタルでやることが多いです。デジタルで描いて、まあ、戻したりとかね、全体図が見やすいんでデジタルで描いて、それをこういうトレース台を使って描き写していくことが多いです。じゃあ今回この女の子をね描いていこうと思います。こんな感じでトレース台引いて、その上から紙1枚だけをかぶせるって感じですね。で、ペン入れのコツを先に言っちゃうと3つほどあって、コツ3つが、まず手前に来る線っていうのは太く描くことが多いです。で、逆に明るい部分とか光が来てる部分は線を薄く描いていきます。で、2つ目が、線が重なる部分は太く描きます。まあこれもね、やっていけば多分やりながら解説するんですけれども、重なる部分は濃く描くことで、3つ目が下書きは薄めに描くことが多いですね。まあ、まずこれを鉛筆で最初に私はなぞっていきます。はい。そんな感じで一応このコピーしたやつをシャーペンで書き写しました。この段階では結構大雑把です。そんなにね、細かくは書き写しせず、まあ大体さっくり書いた感じで、こっからねペンで本書きに入っていくんですけど、その前に私は一回これを練り消しで薄くしてます。消しゴムだと全部消えちゃうんで、こんな感じで練り消しを細くして、こうコロコロってしてあげて、ここからペン入れに入っていきます。まあ、過去にね、綺麗な線画を描くコツみたいなやったんですけど、まあ、それよりも今回はもうちょっと詳しく解説しようかなっていうふうに思ってるので、まあ、何かのね、私ペン入れ苦手なんだよなとかいう人がいれば参考にしていただければいいかなっていうふうに思います。なのでまあここでね、コツ一つ目ですね、下書きは薄くする。で、これなんでかっていうと、ペン入れ残しが私あるんですよね。はい。で、こっからね 0.05 で塗っていくんですけど、基本的に目からペン入れすることが多いです。0.05 ってかなり細いんで、こういうシャッっていう線、ちょっと語彙力低いな、メリハリを持たせてペン入れしていくことが多いです。なのでまあ力の強弱ですね。で、二つ目のコツで、明るい部分は薄くしていきます。今回は左上から光が入ってくるようにしたいので、左側の線、鼻とか口とかの部分はちょっと薄めにね描いていきます。で、逆にこの顔よりも前に来てるこの肩とかは自分のね手前側にあるので、この辺りは気持ちね、気持ち太めに描いていきます。そうすることで遠近感とかっていうのが表しやすいと思ってます、私は。で、3つ目のコツで、線が重なる部分は濃くするって、これどういうことかっていうと、ローマ字の T みたいな感じで、こうみたいに、こう線がこうやって重なってる部分は、こんな感じで間を塗りつぶして影を作ってることが多いです、私は。とか、あとここね、この間。で、こうすることで線が重なってるんで、影が生まれるんですよね。みたいな感じで影を入れてます。まあ、この3つをね、意識しながらペン入れをしていきます。で、髪の毛のペン入れするときも、こう線にある通りじゃなくて、こう手前に来る髪の毛、例えばちょっとこう垂れてる毛とかを先に描いてあげると、このより前後関係が分かりやすい、表しやすいんじゃないかなっていうふうに思います。まっすぐな線引くときに、多分ゆっくりね、慎重になる気持ちもめっちゃ分かるんですけど、ゆっくり引くと線って描けないと思うんですよ。だからこういうまっすぐな横の線もこうやってゆっくり描くよりも、まっすぐもう勢いでふって描いてしまった方が、なんていうの、ほら、この綺麗な
線が生まれるんですよ。ちょっとこの箱で申し訳ないけど遅く描いたらこう力が入ってるからちょっと揺れるんですよ。じゃなくてもこう勢いに任せてふん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 みたいなで引いた方が綺麗な線を引けると思います。勢いに任せてふっふっふっみたいなで、この間は埋めるみたいな感じ。じゃあそういう点に気をつけながらペン入れをしていきます。ざっくりのペン入れが終わったら、これをね、さらにうっすら残ってる鉛筆を全部消していきます。はい、でこっからペン入れの最終工程で線の強弱を出していきます。さっき言ったように手前にあるものは濃く描いて、遠くにあるところは薄く描いていくんですけど、それをねどんどん強調していく作業です。てか私のペン入れは流れで言うと、まあ、下書きをデジタルで描いて、それをトレース台でトレースする、でその後そのトレースした鉛筆で描いたやつをフィグマでなぞってから全部消して、最後に線の強弱をつけていくっていう段階です。こういう流れで一応やってます。で、あとあの色塗りの時のね、自分を楽にさせるために、結構影はペン入れ段階で入れちゃうことが多いです。明暗をはっきり分けて、色塗る時の自分をここはね暗いとこだよとか、ここは明るいとこだよみたいな感じ一発で分かるようにして、色塗りの自分を楽にさせるために結構ねがっつり影は入れます。今こんだけ描いてきて、まあ、最終的にこの形で今は落ち着いてるかなっていうやり方です。まあ、なのでね、もしあの苦手な方とかがいれば、もしね参考にしていただければ嬉しいなって思います。じゃあ最後にね、線画だけ完成を載せて終わるので、よかったら他の動画も見てあげてください。じゃあそんな感じで今回は終わります。バイバイ。Bagulho